どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空がステータスマッチね、やっているっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、このね、ユナイテッド航空のステータスマッチはですね、以前からね、やられてるみたいなんですけども、2024年の1月5日からですね、今年の分のね、開始になりましたということで、まあ、今回ね、ユナイテッド航空のステータスマッチということで、このユナイテッド航空っていうのは ANA と同じね、スターアライアンスに所属しておりますよね。ですので、JAL のね、ステータスは持ってるけど、ANA のステータスね、保有されてないっていう方で、ANA の飛行機で、利用する機会のある方であったり、ユナイテッド航空の飛行機ね、利用する予定のある方はですね、こちらね、申請して、だいたい120日ぐらいしかね、利用することができないんですけども、まあ、こちらの間にですね、ANA とかね、ユナイテッド航空のね、飛行機乗る機会のある方はですね、結構ね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、私もね、今月の末にですね、東京ニューヨークね、JAL の新型のね、エアバス350脱出点飛びますよね。あれでね、ニューヨーク行くんですけども、帰りね、たまたまユナイテッド航空のね、飛行機で帰ってくるっていう風になりますんで、ちょうどね、私も乗る機会があるっていう風になりますんでね、実際の申請までね、やっていきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、こちらね、ユナイテッド航空の公式サイトになるわけなんですけども、ちょっとね、英語になっておりますので、私の方でね、要約させていただきました。ユナイテッド航空ステータスマッチということで、このステータスマッチっていうのはですね、まあ、他の航空会社のね、上級持ってる方は、ちょっと私の方で試してみませんかみたいなね、まあ、そんな感じで、こっちでもね、ちょっとお試しで利用してもらって、今後ね、利用してもらいたいみたいな、まあ、そんな感じだと思うんですけども、まあ、こういったのをですね、ステータスマッチ、やっているんですよね。で、今回のね、ユナイテッド航空のステータスマッチはですね、申請期間が1月の5日から12月の20日までっていう風になっておりまして、こちらね、申請していただいて120日しかね、利用することがステータスできないので、まあ、その開始時期をね、自分で選ぶっていう風になるんですよね。で、そのね、開始時期はですね、9月の3日までにね、開始する必要があるみたいなんですけども、まあ、こういった形でね、利用することができます。で、ステータスマッチが完了したらですね、120日間ね、プレミアシルバーであったりプレミアゴールド、プレミアプラチナということで、まあ、こういったのがね、利用することができるっていう風になります。このプレミアゴールドっていうのはですね、 ANA の SFC と一緒のスターアライアンスゴールドにね、当たるステータスっていう風になりますので、こちらにね、ステータスマッチできればですね、ANA のラウンジとかもね、利用することができるっていう風になります。で、このね、ユナイテッド航空のステータスマッチは、過去5年以内にステータスマッチを利用したことがある方は対象外っていう風になりますんで、この点は注意してください。またね、今回私ね、利用させていただこうと思ってるんですけども、今年やったらね、来年から5年後まではですね、こちらね、再度利用することができなくなるっていう風になりますんで、今回のステータスマッチ解説させていただきますけども、利用するかどうかはですね、慎重にね、判断していただければなと思います。で、必要書類なんですけども、こういった形になっておりまして、まずマイレージプラスのアカウント番号ですね。これはユナイテッド航空のアカウント番号で、ユナイテッド航空の有効なメールアドレスですね。で、またね、携帯電話はデジタルウォレットに保存されている会員証、または航空会社のモバイルアプリ版に保存されている会員証を含むマッチング対象となるマイレージプログラムの2024年会員証デジタルコピー、または会員証をお持ちでない場合は、最新のマイル明細書ということで、まあ、こういったのでね、申請することができるっていう風になります。で、会員カード書類には以下の事項が踏まわれている必要がございますということで、名前ですね。で、ステータスの有効期限、または有効期限が、これ2回書いてあるな、失礼しました、有効期限ですね。で、またマイレージ番号とマイレージプログラム、航空会社名ということで、まあ、こちらでね、必要書類っていう風になります。で、回答自体がですね、7日から14日営業日後メールでお知らせが来るっていう風になりますんで、まあ多分私間に合うと思うんですけども、一応ね、こういった形になっております。なんかね、利用したことある方の話だと結構ね、このステータスマッチ自体のね、返信は早いみたいなんですけども、一応ね、7日から14日後っていう風になってるんですよね。で、今回ね、ステータスマッチ完了すると、シルバー、ゴールド、プレミア、プラチナっていうのにね、なれるわけなんですけども、まあこれがね、どういった特典があるのかっていうところで、これがね、プレミアステータスということで、プレミア、シルバー、ゴールド、プレミア、プラチナ、プレミア 1K ということで、まあ今回のね、ステータスマッチで、先ほども言ったと思いますけども、JGC とかだとですね、このプレミアムゴールドにね、利用することができるっていう風になりますんで、
これですよね。スターアランスゴールドステータスということで、ANA SFC 取得した時とね、同じスターアランスゴールドのステータスがね、獲得することができるっていう風になるんですよね。で、またね、JGC プレミアとかですね、JAL ダイヤモンドとかですね、こちらネットの情報にはなりますけども、このプレミアプラチナとかにもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、さらに上のね、ステータスも、短期間ではなりますけども、利用することができるっていう風になるんですよね。で、これの詳しい内容がですね、こっちになっておりまして、スターアランスゴールドね、知ってる方多いと思うんですけども、優先チェックインが利用できたり、優先セキュリティチェックが利用できたり、優先搭乗ですね。またね、エコノミープラスまたプリファードシートの無料指定とか、エコノミークラス同伴席無料指定とかね、まあこういったものが利用することができるっていう風になるんですよね。まあやはりね、一番大きいのはね、ラウンジが使えるようになるっていうのはね、大きい特典かななんていう風に思いますし、またね、ユナイテッド航空とマリオットボンボイはね、提携組んでおりますんで、まあ今回ね、プレミアゴールドとかプラチナになったらですね、こちらね、マリオットボンボイのね、ゴールドステータス獲得することができるっていう風になりますんで、マリオットアメックスプレミアムカードね、持ってない方で、マリオットのね、ゴールドステータス利用してみたいっていう方は、こちらね、ぜひね、ステータスマッチして、その後ですね、ゴールドステータスね、獲得することもできるっていう風になりますんで、これもね、結構いいですよね。まあ、こういった感じで利用することができるっていう風になります。まあ、このユナイテッド航空ね、2023年の頭から始まりましたけども、普天航空券のキャンセル変更ね、無料になりましたんでね、非常に強いですよね。まあ、こういった感じでね、利用することができるっていう風になります。それではですね、実際にね、やっていきたいなと思うんですけども、まずですね、サインインね、していきましょう。で、これね、ユナイテッド航空のアカウントが必要になりますんで、もしね、持ってない方は、こちら今から作る方も利用することができるっていう風になりますんで、アカウントね、作ってからこのページね、来るようにしてください。では、ログインしましょう。ではね、ログインいたしました。こちらね、結構簡単そうですね。ここをね、選んでっていただいて、最後ね、ファイルを添付して、まあ、送信みたいな、そんな感じですね。ではまず一つずつ見ていきましょうか。まずここが、まあ、私の場合はね、JAL になりますんで、日本航空ですね、ジャパンエアラインズ入れていただいて、アナザーエアラインレベルが、まあ、私の場合は、あ、これもちゃんと選べるようになってんですね。私はね、サファイアでいいですね。あ、グローバルクラブってのもあるんだ。一応サファイアでいいのかな。はい、サファイアで入れておきましょう。で、こちらにお客様番号ですね、入れておきましょう。はい、でこちらで、では次にこの Choose ファイルですね。ファイルを選んでいくわけなんですけども、ちょっとね、JAL のアプリとかね、あるわけなんですけども、やはり日本語で書いてあるんでね、ちょっとこっちにね、画面切り替えますけども、私はこちらで申請したいと思います。はい。カード、物理カードね。これだとね、お客様番号も JAL の名前も入ってますし、はい、ステータスのね、あれも入ってますんで、これをね、社メール取って、添付ね、したいと思います。ではね、アップロードができました。で、これですね、スタートする日ですね。まあ、私はね、次のニューヨークの日に間に合えばいいんで、どうしようかな。まあ、でも、もう来週とかにしといた方が楽なのかな。はい、その後ね、今のところ、ユナイテッド航空使う機会がございませんので、もう来週からスタートにしちゃいましょうかね。はい、これで、一番下のこのサブミットを押せば、まあ、送られるっていう感じですね。では押しましょう。リクエスト送れたっぽいです。はい、ということで、まあ、これで OK ですね。はい、ということでもうこれステータスマッチ許可下りたっぽいですね。はい、ちょっと今ねこれディープルで訳してみたんですけども、書類を受領し、プレミア資格のマッチングチャレンジ申請が承認されました。お客様マイレージプラスのアカウントは100日間、お客様他のマイレージでお持ち同等レベル。お、すごい。これ即時なんですかね。ちょっとよくわかんないですけど、さっき規約読んで翻訳した感じだと2週間ぐらいかかるかもって書いてあったと思うんですけども。でももうゴールドって書いてありますもんね。はい。で、私の方が今サファイアなんでね。ってことは1月の15日から、こちらは私はもうゴールドになれるっぽいですね。ちょっとここね、押してみましょう。マイアカウント。まだ変わってないですよね。でもそうですね。今のところ何にも変わってないですね。はい。ってことは1月の15日に私はしたんで、まあその日になればね、ゴールド慣れてるっぽいですね。いや、すごいな。めっちゃ速攻慣れましたね。いや、これはいい。
はい、ということで今回ですね、ユナイテッド航空がね、ステータスマッチをね、開始したということで、実際ね、やらせていただいたわけなんですけども、なんとね、即時承認ということで非常にびっくりしたわけなんですけども、まあ私はね、無事、ゴールドにね、なれるっていう風になりますんで、まあこれでね、私がスターアライアンスで、まあ私は SAC 持ってるんでね、ANA ラウンジとかね、入ることができるんですけども、今後のね、ユナイテッド航空のね、航空券の予約ね、私2つぐらい持ってるんですけども、まあこちらもね、おそらく少しね、いい座席とかもね、無料で利用できるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあそちらもね、1月の15日にね、私開始にしたんで、それ以降にね、ちょっとチェックしてみたいな、なんていうふうに思います。ANA のね、ステータス保有されてない方で、JAL のね、JGC とか保有されている方に関しては、こちらね、申請できるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、利用していただければな、と思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。またね、LINE 公式アカウントで最近ね、ポイントサイト診断、マイル診断ね、開始しておりますんで、こちら無料で利用することできますんでね、ぜひ概要欄か、これにね、QR コード出しておきますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。